少し遅れを取ったらしい。あるいはそれは単なるデマに過ぎないんだろう。何度も飲み下された残飯がバケツにぶちまけられるとき、流しと便所の間で吹聴されるような汚らしい噂話だ。私は昨日知ったのである。昨日知ったんです。これはアメリカの公立学校で公に困っている中でも一番驚くべきことで、多分それが理由でこの国は進歩の頂点に立っていると思い込んでいる。公立学校に新しく入ってくる子どもに受けさせる試験や検査の中にはいわゆる聖水、あるいは精液の検査があるようである。あるいはこれは新入生たちから少量の精液を取り、それを貯蔵が目に入れ、やがて行われる人工受精のあらゆる実験に備えようというのだ。なぜならアメリカ人たちは人手や子種がますます不足していると感じている。つまり労働者ではなく兵士が不足しているので、来るべきあらゆる世界戦争を予想して全力を挙げ、手段を選ばず兵士を作り製造しようとしているのだ。世界戦争は力の圧倒的な作用によって、力による行動と可能な機動性の全領域において、アメリカの発生の果実の優越性を証明すべく行われる。なぜなら生産しなければならないかと。USA なぜなら生産しなければならないからだ。あらゆる行動手段によって自然が痴漢しうる至るところで自然を控えなければならないのだ。人間の無気力に強大な領域を与えなくてはならない。労働者に職を見つけねばならず、新しい行動の場を作らなければならない。そこではついにあらゆるまやかしのでっち上げ、あらゆる卑劣な人工的な代用物が幅を利かすようになる。そこでは美しい本物の
自然など無用で、発すべきことに、これを最後に我が物顔の代用品に場所を明け渡さぬならない。もはや果実も樹木も野菜もなく、薬草も他の植物もなく、結局食べ物もなく、あり余るほどの合成製品が蒸気の中、空気中の特殊な液体の中で合成によって抵抗する自然から力ずくで抽出された大気の特別な軸のように生み出される、その自然は戦争に対してはいつも恐れだけを抱いて、だから戦争万歳なわけないか。こうしてアメリカ人が準備したのは、今も必死で準備しているのは、ひたすら戦争なのである。どうしても至る所に生まれてくるあらゆる競争相手から、この基地がいじみた人工的操作を防衛するには、兵士と軍隊と飛行機と戦艦が必要であり、そこでアメリカ政府が大胆にも考えついたらしい、この正義も必要となってくる。なぜなら息子よ、我々生まれながらの資本主義者にとって待ち伏せている敵は数えきれない。そしてこれらの敵の間にはスターリンのロシアがいて、彼らは軍事力には事欠かない。こうしたことはみんな申し分ないことだ。それにしても私はアメリカ人たちがこんなに好戦的な民だとは知らなかった。戦闘するには打ちのめされなくてはならない。そして私は多分
僕のアメリカ人たちが戦争するのを見たはずだ。しかし彼らはいつも前方に戦車、飛行機、戦艦の途方もない軍団を持ち、それらを盾にしていた。おいおーい、しかし機械を操縦する人間たちははるか後方にしか見えなかった。自分たちの馬、牛やロバに残りわずかな最後の本物のモルヒネを食べさせ、やがて間に合わせの煙で済ましてしまうような人間たちに比べると、大地から直に桜を食べる民の方が私ははるかに好きである。あれらはこの桜私はタレムラ族のことを語ってやんで、彼らは生まれつつ大地から直に手を取るを食べる。そして黒い夜の王国を伝えるために太陽を戻し、空間をなす様々な空間がもう決して出会ったりすれ違ったりしないように十字架を引き裂くので、こうしてあなたはつつこいのダンスを聴く。